試合始めます。盛り上がっていきましょう。お願いします。さあ開幕 YSB と、なるほど、開幕 YSB VS サムライですね。さあ YSB 杉山 RX VS タマコンバのサムライチーム、キャラで言えば何だろうね、ヒューゴ、ネクロ、ユリアン VS、ダットリー、ユリアン、リュウト。さあどうなるか、配信だから強くなる YSB と、これ間違いないです。配信乗っていくスタイルさあこれは侍くんうまく逃げたが、体力差はなかなか厳しい。バーム、うわ EX 削りいった。登山実況がないから強い。今日はドクラはいませんね。エース君だって感じだと思ってさっき言った。今日はエースいないんですよ。登り風呂にここは手を出してしまっていた。ハンマー刺さって下風呂昇竜切り返して、レベル3スタンチ7割ぐらいか。あーヒット確認完璧。開幕から切れてますね YSB ヒューゴ。トクラはそうね、業界的には今の時期からが一番忙しいですからね。あいつしっかりでございます。さあ中堅誰かな、タマコンマロと言いますが、さあユリアンぶつけに行きましたと。大将にタマコン残して、あいつはそうです不動産関係ですまあ本人公認してるんで。開幕タックル読んでいたブロッテムーンでまず2割、そして大パン、もうユリアの体力が半分減りすぎ。いやー1試合目とは思えないキレの良さですね。マロさんがかなり困ってる。ユリアン困ってる、やることね。チョップで潰してゲージは作ったが、ここは中足、あの体力差だとね、ゲージ2枚入って、まあ、殺せる可能性はあるんですけど、しくじった時の次のラウンドが終わってしまうので。壊しミート画面足、壊しパーム、ヘッドはブロってる、ミートパームシュート、ハウス YSB ハウス、これはスタン決まる。あー決まんねえか、やり直し、飛ばしてるねここは B 勝ち。ミートがズーズーしいったらないですね本当に。だから見えない人にはマジ有効なんで本当にいいんですけどね。完璧でしたね。失礼、タマコンがスパコンならワンチャン。さあそして大将で出てきたタマコンですが、この乗ってる YSB に、どういとこか。さあ来場者30人増えた、広告ありがとうございます。はい、東京都板橋区、大山ゲームセンターで行われてますアーケードゲーム、アーケード格闘ゲームですね、ストリートファイター3サードストライクの月1の大会サードマニアックス、ボリューム2、今 A ブロックの1回戦第1試合先鋒対大将を行っております。バーム確認、うわーそこも読み読み、反撃張らずワンブロハンマーすかさない、当たってる圧殺ですね。破壊力半端ない。さあここは飛んでる、ここはカニが通る、ダッキングストレート。さあ画面足、
カニが通る。ダッキングアップガードがフォーク、ダートフォーク残らない。ここはダットリーの強さを存分に発揮。さあスパコンでしたね、これは完全に。さあネクロユリアンですが、ネクロはちょっと出しづらいか。さあ来ましたアレックス、開幕からいいカード続きますね。さあユリダド、タマコンは結構ユリアン戦自身持ってるはずです。さあどうなるか。さあ中堅アレックス VS 大将タマコン、ジャンプ弱系飛び込み。今日のタマコンどう攻めますか、難しいですね。俺とタマコンはちょっとやりすぎてて、普通のユリダドじゃない読み合いがあったりもするので。さあ牽制でかなりダメージ取ってるアレックスですが、ダッシュヘッド、スフィアエイジス下がってから壊したくら、攻めが途切れない。さあコンボというところではありませんでしたが、立ち回りで圧倒していった、アレックス・リアン、これでリーチ。あのダッシュヘッド見せたぞぞぞとダッシュグラップ入れるの怖いですね。サードは神12ぐらいいそうですね、下手したら。自分が呼んでる人もいるし、人に呼ばれたパターンもあるし、サードの神はそういう意味ではいろんな由来があります。ダート立ってる、ショートで EX ヘッドをきれいにかわす。踏み込みコアコアコーク、タマコン黙ってませんね。さあしかしユリアン、アレックスユリアンのゲージが 1.7 ぐらい、これは非常に怖いです。何が見られるか。飛びが通る。さあ5番 EX ヘッド、これはお見事、画面足まで持ってく。さあ2番終わり、3立ってギャ、サネかな、はい、じゃあ B は、はい、勝ち残りでいきます。富永圭松健、富永圭松健 VS サネシン千代根チーム、集まってください、集まってください。じゃあサネと町にいるじゃんけん。さあとか言ってたら画面が終わっていた。はい、 YSB 杉山 RX チーム勝利ですね。じゃあ勝ったチームそのまま残ってください。タナプロカロリーヌキーチーム、タナプロカロリーヌキーチーム、タナプロで、だいや誰でも代表者こっち来て、じゃんけんお願いします。あ、じゃあカロでいいや、カロ 1P がそのまま行きましょう。この組み合わせ面白そうですね、これね。さあ、じゃあ先方を、さあ失礼、組み合わせが決まって、これは開幕杉山 VS タナプロ、タナプロ勝ってますね。二大剣の下品な本は、まだ試合してません、これからです。
スタンピードヘッドバット、シャオイジャパンでデンジを潰す。これタナプロペースですね。あーリーチの長いジャンプ投げからのエレクドリル。さあこの組み合わせだとこの肘が怖いです。大フラッ、さあ投げ暴れ、フラッチは当たらない。起き攻め、あー弱中 TC エレク、もう一回、これは素晴らしい判断。やっぱりトッププレイヤーはね追い込まれても強いですね、こういうとこ。さあゲージ入ったネクロだったが、この中肘のためが早いっすね。甘えないですね本当に。フラッチョバレ、いや怖い、スタンピード通る、投げ暴れ通りますね、こっちも4-5ロアエレク資産計算完璧、美しい。マジか今の、お上手、本当にお上手でした。さあユリアン2人残ってるんですが、先にキークですね。これは動画だなこのチーム。まあ映えますね本当に。肘はビタです、確か大肘6回ビタのはずです。そうですね、12のコアコンも確かあのビタでのつなぎなはずなので、いやーすごいですよ本当に。さあ画面足ユリアンちょっとゲージがない、あーここは立ってしまっていた。さあ駒投げ入る、ワンブロー中盤中継追い返していく。さあ割り込んでしっかりウェイジスからコンボになっていく、コンボにしていく。しかしこれは怖いですよ、飛びが、あー一発当たってる、アッパーエルボー削りもぴったりと。あー最後下入れてましたね。ちょっと非常に画面が今ちっちゃいところで見えてるんで怖かったですけど、ガード仕切ってたらワンチャンあったかもしれないけど、エレクね赤ブロ難しいんですよね。ジャクトル、いやー肘が引っかかる、画面足厳しい、ワンブロ流し、いやー杉山ハウスまさにそんな感じ。さあこれで入れ替わる、台足は届かない、ワンブロテリブル、ナイパンに落として投げる、肘でタックル、ダッシュ投げはケアして、これでゲージがたまる。さあ使わずだが N 投げ連打が4発目、これ必死に連打したでしょうね多分。さあ結果的にゲージを残して最終ラウンドに持ってった、一番入って画面足、膝からそのままエレクいきましたね。さあ今ちょっとセットプレーらしきものも見えましたが、あー膝がかくってるように見えた。出たレッドブルスペシャル、投げは通らない、これは拾いにくい、あー最後もアッパーと。杉山さんがヒヤヒヤしてましたね今、あのエレックからの中ドリル置き攻め、レッドブルスペシャル僕勝手に呼んでますけど、あそこからのやべえ攻めが見れるかと思いましたけど、違うところでもしっかり勝っていきますね。さあ二立てで A 大将カロリーヌと、カロね確かネクロスでそんなに自信あんまり自信あるって言ってなかった気がするんだよな。杉山ネクロスペシャルの話は違います、それはキャラもあの状況も何もかも違うんでやめてあげてください。第2で綺麗に逃げるタックル、さあこれはしゃがみぐらいだったのでつながってますね。はいワン、2P 側は、はい、B ブロックは、はい、A ボジャパン、 E ボジャパン覇者が、3-0 で勝利と。
じゃあ B ブロック残り、タルワイン直近タックス VS、富永啓マツケンチームお願いします。さあ画面は壊し弱点チームうまく逃げたが、これはちょっと漏れてしまったエイリスだったか。手は出してない。タックル通る。ジャックスピア、ちょっとコンボ入らなかったか。体力は優勢。テリブル歩き投げ画面足、これは怖くなってきたが、ヘッドで暴れる。そしてテリブルズカズカと歩いていって埋めに行くと。ドリル弱中 TC、 いやーこれは見た目と違ってかなり厳しいんです。あのドリル3とコンボミスんない。あの中ドリルは極めて凶悪です。皆さん覚えておいてください。本当に凶悪です。さあ勝ったのは杉山 YSB アルクスチーム、杉山さん3ターですね。じゃあ A ブロックそのまま、最終試合いきましょう。タマコンマのサムライバーサスタナプロカロリーヌキーチーム。はい、じゃんけんは終わったかな。はい、じゃあワンピー、先方聞いてます。あれ一発目裏なんです。あの中ドリル一発目裏、二発目表、なおかつ弱中がつながるっていう。しかも打ち方変えると別のタグができます。ちなみにやるのはね、すごくむずいらしいです。エレクの後が、要は SA 当てた後なのでクイックが取れなくてって言うんですけど、セットプレーとして出すのはかなりむずいって言ってました、ね、だいぶ食らいましたよ俺。全部拒否たいとユリアンはヘッドっていうのがあるんですけど、素直にドリルだろって言って前入れると絶対当たんないっていう。さあ画面はこれはダナプロの剣ですねとタマコンダトリー。そうなんですよこれね、レッドブルで優勝を決めたスペシャル連携なんですよ、あれ杉山さんの。さあカニパンからこう、ダッケンガッパーコーク出し投げケアできてる。アイパン、コパンで落としてコーク。さあこれは空中での追い打ち、ブロッキングしないとダメなやつですね。さあ第2ラウンド、まあ、どうしてもやっぱりそうなりますよね。なんせこのゲーム19年目でございます。研究が進みすぎてキャラ対できないとっていうのはもう間違いなくその通りですね。これはちょっと遅い。台形 EX マシンガン、レバチュージェッパー、カニはちょっと早かったか。飛びが通るが竜巻裏当てはちょっと使ってた。これは何を見たんだ今。立ってる飛びに大パンを引っ掛けてきた。ファイナルラウンドゴー。さあワンブロから痛いコンボ決めてサイキックダッキングコーク、そんな感じでした、ね、飛びが通る。スタン関係なかったですね。やっぱりこのキャラでね、飛びを2回通しちゃうとなかなかに厳しいです。当たれば正義、大会は特にそうですね。さあ先鋒戦はタマコン勝利と。
さあユリアン2枚ですが、キー君先だ、どっちだ。さあカロリーヌ行ったかな、タマゴンカロリーヌ。まあミカドでもニュートでも非常によく見る組み合わせ。お互いに手の内はよく分かっている2人ですが、さあタックルをブロって、まずはタマコンが押していく。あと DC、 いやーチョップを潰す立ち台系、削りきれないが、いやー読み切っていったかというようなカラジャンショート。ユリアンの立ち台判定強いんですけどね、まあ関係なくというところで、B ブロックが終わり、はい、K さん、はい、K チェンリーさん立てで B ブロック終了。じゃあ C ブロックいきます、 C ブロックいきます。大平ヘボリューヒロユキバーサスアブペチヘイキチ、大平ヘボリューヒロユキバーサスアブペチヘイキチ、お願いします。集まってください、呼ばれたチームは集まってください。はい、関東二大県の下品な方来て、あ、来た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 。と、あとは、はい、ベースタイル、あ、全員いたね。ヘボジャパン優勝した人ですね。ヘボジャパンとこれからヘボの道という、ね、企画をね、やってくれる人ですね、これは。ヘボリュウさんと太平さんとヒルーク君が今日は組んでる。さあ汚い方のヘボリュウですね。下品な方、アブさん、テチさん、ヘイキさん、これはテチさんが分かんないな、まだ見ぬ競合が。あれ大将、大将じゃなくて、大将じゃねえのかよこれ。ヘボリューがなんと先方で座っていく。でもやっぱヘボリューになって映してもしょうがないので、これは違う筐体いきましょう。これなカロリーヌさんとサムライさんかな。最後のサムライ使ってんじゃん。あれやらがってる、やらが。最強だなこれ。うわからの、まだ打たねえんだ。ここで当たってで、で、で、おうまい。ケイちゃん今日調子良かった。俺は信じるケイちゃんを。でも今日はチームが少ないから、もしかすると試合の大会の進行のスピードが速いかもしれませんね。今日はあんまり遊んでると、プレーオフもなしだもんね今日ね。おお、できる。で、で、で、あーっと、バナをインストールからの買って、なーに、なーに、
バナオさんインストールしちゃダメだって。バナオさんはバナオさんあかんあかんやつやで今の。確定逃しちゃうか。そうそういなくてもバッて出てきます。それがバナオさんです。EX バもう EX バですよ今のは。うわーやっちゃった。ごめんって言うしかないんで。ごめんバナナ。やべ、ホームラン入った。ホームランです。お、マジ？うまい。そして手前割りになってるが消えた。惜しかったね今ね。お、マジで。わーちゃー、しっかり挟んでいくスタイル。おおマジ入れ替わってガーフになってねえけど逆なのねと。マジか今のは持ってる。お、こんにちは。今のはなんかね、色が入れ替わったように見えた。挟んでいたはずなのに、ボルナレフ状態でしたね。ありのままにあったことを話すと、ガーフではめられてると思いきや、いきなり場所が入れ替わってよ。何を言ってるかどうか、わからねえと思うか。どうしますこれが。これが昔のゲームです。よくわかりませんね、これ。ユリアンね、多いっすよ、今日は。でも固まってるだけか、今日。結構。下作現象ですね。そうそう、天竜を味わってきた。天竜を味わった。味わってしまったんですね。つえ、これはキー君かな。キー君でいいんだよ。あ、違う、あ、キー君だよ。サナプロカロリーでキー君だから、最強安全運動。ロボジャパンの次のタイトルを任せて頑張るわ。次のタイトルなんだろうね。エボジャパン、エボジャパン覇者、エボジャパンサイドトーナメントサードストライク。来年も頑張るよ。そう、返事を、いや、片鱗を味わっちまったぜ。変人は今日いっぱいいますよ、この中変人しかいないですからね。ある意味変人を味わっているのはもう当たり前。そして片鱗を味わいに来た。あ、終わった。カロリー、次はどっち行きますかね。今ヘボリューのところやってるんだよね。したら、あ、終わった。じゃあこれ呼び出し、大平さん、これ次の呼び出しどうしましょうか。あ、じゃあ俺やるわ。はい、すいません、ヘボリューありがとうということで、ゆり虫バイソン VS、いぶきち、小出くん、トゥエルブマニアチーム。そしてデイブロック行きましょう。国大抜き天ぷら VS 江戸頃 F。国大抜き天ぷら VS 江戸頃 F。これはね、はい、国大抜き天ぷら VS 江戸頃 F は一番兄弟でやってください。一番兄弟で。
で、ゆり虫バイソンバーサス小出くん、いぶきち12マニアは1番筐体で、あ、でも2番筐体です。ごめんなさい。お願いします。はい、画面は1番を行きましょう。国を抜き天ぷらバーサス江戸コレイフ、これを見せましょう。Welcome to the world of Street Fighter 3. Prepare for battle. Choosing pick the best one. 5, 4, 3, 2, 1. はい、失礼。画面は天ぷらだったりバーサスコロロですね。江戸コロ F、 このチーム大将になった人に責任が押し付けられそうだな。あのね、そんな空気ある。そんなね、あの、何、わちゃわちゃした茶番、あ、ワンチャンありますね、それ。さあ、天ぷら VS、コロですが、コロスケはヤギョ玉、天ぷらダトリーはフォークスクリューブローと。まずはオロが試合を動かしてる感じですかね。ダッキングですが、あー、ここは大剣 X マシンガン、ダッキングアッパー、リップ、これは繋がらない、膝だったか、ダッキングアッパー、コークまで繋ぐ、これはしっかり決めてきましたね。実際ね、あれ打ち切り強いんですよ。あ、うまい、今のはうまい、そのままだったらガード不能だったんですけどね今。あー、中盤に弾め、さあこれはガード不能になっていないが、あーっとコロスケフォローが効いてましたね。2ループ目、さあ画面端に持っていく、さあコモ見せる、ちょっとコロの様子がおかしいが大丈夫か、大足中盤、あー、このソバットが強いんです。まあ、もともとね、結構コンボをぶっ飛ばすタイプのプレイヤーではあるんですが、さあどうなるか、さあ失礼、さあ打球がやっぱ5億画面味、すんげー遅らせて、ここは確認してる、中盤だけん工具ガードしてる、さあかなり、わー、追い返しの大パン大パン、お見事、ここでね、コロを落とすというのはかなりでかいですね。さあそして江戸と F ですが、ダド対決にした形ですかね。これ江戸もダッドリ使うんですが、これは F ダッドリですね。
さあ、ゆダットリー同キャラ SA も一緒、 1P 側天ぷら、 2P 側 F。 さあ、カリバンからダッキングアッパー、あー、ここは反撃してますね。まさにボクサーの殴り合い。出版ダッキングストレート、いや、殴り合う殴り合う、すげえな、全然ひよりませんね、お互い。カリバンガード、ショートはブロってるが、ここは当たる。裏回りが、あー、これはアタとなったか。ダドの飛びに対してのくぐりは素晴らしかったんですが、画面足が変わってしまいましたね、今。うわー、飛びにカニを押して10番だっけん、コーク。さあ、これはコーク、ガードしてる、大剣 X マシンガン。さあ、カニを混ぜてのお祭りショート、ワンブロジェッパー、こっからあるのか、あー、そこで下から暴れていく、マジか。これで1-1。さあ、そして中堅大抜き、大将国に残してチュンリーぶつけに来た。大ボス登場ですね、本当に。さあ、中堅同士ですが、黒缶が漏れてしまう、大事には至らずだが、ぶつけに行きますね。いや、正直ダットリだったら、クリも十、まあ、ダトリキラーとして十分機能するかなと思いましたけど、先に大抜きチリ出しましたね。さあ、コアカコーク、ドラゴンボール勢だからね、今だいぶやってるらしいですね、ドラゴンボール。オブツ2017発射からのあの獣道ですからね、あのオブツ何だったんだみたいな感じですよ。中足泳ぐダイパー2回、リープゲン、飛びが通って、これ分かんなくなってきた、立ち台ゲー、前だけでしたね、立ち台ゲーじゃなくて前だけで、前入ってました。さあ、第2ラウンド投げて中足泳ぐ1回目、はあ、グラガリ発見、放浴戦、それダメと。さあ、 F ダットリ悶絶。さあ、大貫先生のありがたいご教授、下風呂発見でしかたまんねえよ、見事に画面で表現してくださいました。大将はエドユリアン、今の負け方は辛い負け方ですね。炸裂、さあ、ガラジャンが通る、さあ、追い込んでいくか、おお、今怖いですね。あー、このタックレイジスで押し込みたいとこにチュンリー使いが置くジャンプダイパント。あ、じゃあ C ブロック呼びます。太平ボリューム広域バーサス、小出くん、イブキシ、トゥエルブマリア、集まってください。ヘボリュー試合だよ、あと広域はいるでしょ、ちょっと行ってきます。
await your return, warrior. Welcome to the world of Street Fighter 3. Prepare for battle. I'm waiting for you. I got the picture. Yeah, I'm waiting for you. Well, I got the picture. Fighters ready. Engage. All right, that's cool. Fighters ready. Engage. はい、じゃあ1万筐体ザビ一平大輔対弁当屋直久カリオ、1万筐体でじゃんけんお願いします。ザビ一平大輔対弁当屋直久カリオ、じゃんけんお願いします。Welcome to the world of Street Fighter 3. Prepare for battle. Yeah, yeah. I'm waiting. Well, I got the picture. Fighters ready. Engage. はい、この試合は、カリオ Q 対、大輔ヤンになります。
We await your return, warrior. Welcome to the world of Street Fighter 3. Prepare for battle. Yeah, I've been waiting for it. Well, I got the picture. Yeah, I've been waiting for it. Well, I got the picture. Fighters ready.はい、次に出てきたのが、直球さんですね。はい、次に、登場したのはザビゴーキになります。さあ、出てきたのは、弁当屋というキャラです。
into the heat of battle. Go for it. はい、はい、次の指出しをいたします。アブペチ平吉対、ユリムシバイソン若松二兄弟でお願いします。今 C ブロック、はい、アブペチヘキシバーサスユリムシバイソンが、2番筐体で1番は今、どこやってんだ。ザビ一平大輔バーサスザビが勝ってる。ザビ対ベント屋だったのね。ベンちゃんがオラついてる。大丈夫いやー辛いなー。 Q3 の夢宣教師に敗れる。じゃあ次行きましょう。じゃあそのまま勝った、シブ、あ、じゃあね、ザビ一平大好きチーム残ってください。国抜き天ぷらチーム、お願いしますと。はい、先方じゃあ聞きに行くわ。時間切れのね攻防っていうのは格ゲーのやっぱり醍醐味の一つだと思うんですけども、なんか最近よく言われてますけども、今ねなんかまさにその試合でしたね。Welcome to the world of Street Fighter 3. Yeah, here to battle. Well, I got the picture. Prepare to strike. Now.Welcome to the world of Street Fighter 3. Prepare for the battle. はい、すいません。本日のルールのおさらいです。今日は4チームのブロックなので1位と2位が、プレーオフなしです。1位が決勝トーナメント進出、2位は K1 できない決勝トーナメント進出、要は四隅に貼られる形ですね。というところで、プレーオフなしなので、ABCD 終われば即決勝トーナメントという形になります。
コロエフザビー、あ、コロエフエドはまだです、これからです、もうちょいあります、2抜きありますので、1試合で終わりってことはマニアックスないので大丈夫ですさすがにマニアックスは毎回必ず2試合できるシステムを導入しておりますので、まあクーペと同じですね。さあ、テンプラ VS 大輔ダットリーヤン、おわっ、下前と、しかも今灯籠一発目カラキャニなんですよね、 見え方でしたね。さあ2ラウンド目、打ち切ってさあ中盤ダッキングで寄ってというところでしたが、グラップ EX ソロ、これは勝ち込んでいった、ヤンガーペースを握ってますね大輔さん、先日の式までかすも来てくれてました、リープ、怖っ怖っ怖っ、こっからあんのか、飛びが通る、ダート一気に体力追いついてきた、ダート EG、 これは投げてひっくり返る、カニを旋風で潰して中盤根性値高え、これはしっしっかりギリギリで踏みとどまった、めえな、さあ勝ったな、テンプラ、さあそしてこれはさあペチチュンリーです、あ違う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 、ごめん、一平ちゃんです、一平ちゃんです、ちょっとごめんなさい、ごっちゃになりました、失礼しました。さあ一平チュンリー、ビッグワン勢ですね、さあダドにはチュンリーという形で早めに登場、まあ埼玉を代表する人に入るんですけど、まあビッグワンでは、よくやってるプレイヤー、たまーに大山来てくれます。さあかなりジリジリした展開だが、画面端を持っていくところはチュンリーが投げて切り返す、よしだけ強いですね、これ旧大宮ならず、そうですね、いわゆる埼玉のその拠点であった旧大宮ララ、もう現在は閉店してしまいましたが、そこのプレイヤー、元は、元々はそこのプレイヤーですね。現状埼玉というとビッグワンと、あと深谷のロボットここになるのかな。さあ八景砲翼しっかりしてる、ちょっと明度を抑えてますね、開幕はもうちょっと発色が悪くて青がすげえ強かったんですけど、多少調整を入れて、現在になってます。ちょっと今日はすみませんが、このままでいきたいと思います、申し訳ない、また後日ちょっとあのもろもろ含めて調整しますので。あ、そうなのだな、ダッキングアッパー、わーこれは反撃、もう抑戦、追い打ち2回から、そう明るすぎるとね、そう明るい面がねかなり見づらくなっちゃうんだよね、なかなかこの画面調整って難しいんですよ。あー徹底しきって、まあ天ぷらを封殺でしたね、これは。さあこれで1-1、さあチュンリー同士になるのか、国が言った、そうエレナとかエレナとか特にそれ。さあ中堅は国の模様、先ほどは大将として、チームをしっかり勝利に導いた国がここで中堅で登場ですね。お互い SA 時間をかけて取ったいいキャラ対思い出してるでしょうか。準備はいい、さあ中堅同士、国流 VS 一平準備大事なので障害されたんですが、電車から焼き飛ばせていいっすか、なんかいろいろ混じってますけど大丈夫ですかそれ、もう尾花さん あの逸話とか混じってますけど、とか言ってたら画面出ましたん、電人絡むとこの破壊力、
差し返しの台足、さあじりじりしながらチュンリー1本目たまる、そして電陣ももう6割、これは1回目反撃にしっかり使いましたね。宝玉戦立ち上げ前だけですね今のは。膝さあ連携途中で区切れた、今度は宝玉ないので台足振りやすくなってる。体力はチュンリー優勢ですが、これ天神入ると7割ぐらい消し飛びますからね。壊し波動天神猫で潰した。チュンリーのスタンチがほとんどなかったので国がある程度貯める読みだったのでしょうか。そして実際猫パンチあれ天神をかわすので猫をあがめ、あーここは取り返してった猫ひろし久々に来ましたね猫ひろし、いい技ですね本当に。さあ第3ラウンド、飛びをしゃがんだで潰すワンブロソフトだったがスピーバーでフォローしていた。中盤中盤波動電陣しゃがない竜巻レバダイあーなんか勝った気でいますね大丈夫ですか、大貫さんからのチクリが入りまして、勝ってないのに勝った気で席を立ったやつがいるとなぜかボルト大ゴスが当たってわちゃわちゃしたようです。大丈夫ですかね、まあ、大パンでしょうね、立ち大パンガサルだったと思います。レバーが入ってしまったでしょう。さあ中堅国 VS 大将ザビト、しゃがない竜巻、しゃがない立ち大、ちょっとごめんなさいちゃんと見えてなかった。灼熱早めに入っていった。さあザビ先ほどは俺ちょっと試合中でちゃんと見れませんでしたが Q3 を圧倒してたと聞きます。ここはどうでしょう、波動拳波動拳いやらしいですね。お互い飛び道具で牽制しつつ探り合っていく中足波動、さあ中足波動メッパダメージはちょっと休めだが竜巻で壊す、いやここはザビが徹底しきったと言っていいんじゃないでしょうか。さあ第2ラウンド、雨足に追い込んだのはザビだが、これはスタンチ6割、さあ国は前に出たい、ザビは受けたい、ザビに今メッパがないので国はここはチャンスか。しゃがないソフト、これはうまい中足波動、さあスタンチまだ竜が合気がかなり残ってるのが怖いですね。中ボス竜巻で裏に行った、あー引っかかってしまったが灼熱は一発残る。さあ今度は逃げてや受け方も変えてくる、お互いの読み合いが交錯するが、これ逃げてやですね、灼熱追い返していった。はい、じゃあ C ブロック、2決めです。アブペチ平吉 VS 小出君イブキチ12マニア、お願いします、集まってください。アブさんとこはじゃんけん、こっちとじゃんけん、小出君さんとこですね。はい、ワンピースピーだけ決めといてください。はい、じゃあ戦法決めてください、お願いします。さあここはくぐっていた、くぐってというか EX の竜巻でタイミングをずらしていった。いやーじりじりした試合ですねこれ。中足波動、これは届かない、前背が速い、空陣をまた逃げてる、潰す、ここも灼熱。さあお見事、今度は席立って大丈夫です
勝ったのは国大抜き天ぷらチーム1位抜きおめでとうございます。じゃあ江戸ころ F vs 江戸ころ F vs 弁当屋直球カリオチームは一番筐体で集まってください。江戸ころ F vs 弁当屋直球カリオチームです。でアブペチヘキチと小出くんイブキチトゥエブマリアチームまだ戻ってきてない？ちょっとじゃあ切り替わっちょっとじゃあ切り替わったので2番移しましょうか。これがアブペチ平吉 VS 小出くんイブキチテルマリアチーム。ちょっと待って、はい、そっちは OK。 ちょっとね2番を移したいんですがまだ戻ってこない。あー、いた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 。はい、試合になります。じゃあちょっと先方聞きますんでお願いします。さあ2番筐体に移って C ブロックの2位決定戦ですね。ヒューゴ12、さあ 1P 側がペッチヒューゴ、 2P 側が12マニア12。さあこのうるさい小出君イブキチ12マニアチーム、これ町田という方でですね、町田では毎週確か毎月第3日曜かな、第3土曜に大会やってますね。でこの12が強いです。ぶっちゃけ僕ボコちゃんと変わんないぐらい強いんじゃないかなと思ってます。ユリアン戦超うまいですこの人。でなおかつ町田はすさまじく盛りってるらしく、毎日3セット埋まるらしいので、かなり良環境で皆さんサード楽しんでらっしゃる。ていうか圧殺してるぞこれ、小足3つ繋がってる。そしてカックチフパンチ、うめえな。ウェルブ使いは全員やり込みぜ、間違いない。やり込んでないとぶっちゃけもう今のサード業界では生きていけないと思います。ウェルブは唯一ウェルブがキャラ勝ちしてるという組み合わせ、どうなんだろうね。あーケツで落とす。いやー滑空連打サードじゃないみたい。あーここもワンブロケツ、踏み込み投げから、いやなんだこの攻めの手数は。ポパン誠よりデュエルのがランクはしただっけ、それね一回頭から消したった方がいいっすね。さあしかしペチさんも対応してきた。ケツエルボー、ボディは歩いてかわしてる。スカシはガードして、エッチじゃないんだよエッチは。さあヒューゴも飛べない、あーバックステ読みだったでしょうか。あれねかなり隙少ないんですよね、あの EX のドラ。さあお互い1-1、ヒューゴのギガスがこの12の立ち回りで使えるところが来るのかというのがちょっとこうなんとも難しいところですが、ここは対空変えてきましたね。しかしニードル減らねえな、2割減ったかぐらいか。あーここはドラで逃げていく、完全に能動的に動いているのはドゥエルムの方。ユーゴは受けつつどこで反撃するか、ワンブロムーン、しばしさあニードルニードルと。メガトどうなんでしょうね。さあタイミングをずらしたカック、いやペッチヒューゴも硬いんですが、この12の手数
そして対応力に、おここもケツ、角にかなり有効みたいです、あのケツ。足タイトゥエルさんとかどんだけの人が分かるのか、もう本当にそれですよね。残り時間が25秒、体力勝ちはわずかにトゥエルか。逃げていくが吸わない、追い打ちして、ヒューゴ厳しい、 EX 連打、そして消えて裏にいた、シュートは空を切る。勝ったのはトゥエルマニア。いやすげえな、さすがにあの状況だと画面が動かねえからトゥエルがどこにいるか全然わかんない。どういう状況で裏に行ってたんだろうな今な。シュート歩いて前に進んでたとかそういう感じ。さあ先にアブ、さあアブイブキ来ましたね。イブキトゥエルブなんて人の名前はありますが、ここは画面の話です。さあどういう試合になるのかもう全然見当もつかない。ジャンプチューパンがうまい、そして合間に混ざる EX ニードルから消えて裏にいる。さあスライディングかわして丁寧に丁寧にダメージを取っているのはトゥエルブ側だが、ここは伊吹側が前に出てきた。ジャンプだけガードしてる、これはガードを固めて削りで体力並ぶ。投げしけ、わずかに遠かった。先手は伊吹、ニードル2回目。さあ何発ブロっていいか分かんない、あれ。それでも滑空で行くしかないというか、滑空メインに立ち回るトゥエルブ。 EX のドラで逃げる、ライダーガード、そうですね、単価の戦はどうしても出ますよね。大剣中盤、お互い地上にいる時間が短い。裏に行くグラップ、わしバックジャンプダイバー、体力追いついて2回 EX 入った。しかし手前落ちになった、ジャンプダイバー攻めて帰ってきた、しかしから投げバックステ、これは当たるが繋がるか、ガードちょっとキャンセル音があったですね。これはわずかにかかる、届かない、壊し2つから EX ドラー、耐えて取り返す。熱い試合になってきた、ファイナルラウンド。いやここは上見てから EX返してきましたね。いやー霞が入って、この息吹と互角にやりますか。壊しアクスガード、いや正直あまりにも試合を見慣れてないから展開に追いつけてない。バイブロ投げ、頭がうまく回んないっすわこれ。カック中盤、さあ体力追いついてからここにライダーを置く、スラで追っかけてきた、ここガード、これもう霞は万事休戦になりますから。 EX ニードル2発当てて、くらいガード怖え。さあここでクーナゲー、最後の最後一つ取ってた。試合が長い。いやーすごかったな今の試合。
最後の最後に空投げでしたね。さあこれで、中堅同士か。さあこれが、小出くんさんの件でいいのかな、になるのかな。さあ伊吹と剣、この組み合わせがどうなるか。テレビの可能性見えましたね。この組み合わせ疲れると思うよ本当に。さあ先ほどあのこちらの剣の方にあの僕と関東二大剣の、下品な方がやられてしまいましてひろゆきさんありがとうって感じだったんですが、そうですね、チームメイト12の頑張りに応えてどうなるか。しかしハーブが強い。一文字中盤飛びはくぐって、状況は変わらず、さあ地獄車クナイが相手の飛びを抑止して最後は踏み込み投げ。さあ第2ラウンド、なんか一番兄弟なのですげえ笑いが漏れてますけど、どうなったんだろうあれ。中盤中盤中足と丁寧に攻めますね。あーここはさあ闇しぐれ。そうなんですよね、阿部さん道着にはこれ闇使うんですよ。壊し投げ飛んでるが大足、これは隠ってる。反応素晴らしいですね。大パン中足エクサード、もしはガード、コパン投げ。さあもう闇があるので剣が痛いなことできない。踏み込み中足、そうなんですよ、闇にするとね大変振りたくなるっていうのは誰かに聞きましたね、剣側が。さあ投げ式に、あーここは昇竜。中足ガード、これは隠ってる。ああいうところにも反撃打てるっていうのは闇のいいところですね、確かに。おそらく隠ってたと思いますね、今リバーサル打ってました。しかもラップ剣がゲージ3つあるんですがかなり使いづらい。イエクサード、いやー防御確認、これあれですね、状況の的確ですね。ご足2つ、さあどうする、竜巻！イエクサード、かけらない！わかんなくなってきた。赤ブロ2回。飛んでるが、中足！ギリギリで踏ん張っていった。いやすげえな今のも。いやー、町田勢も底力見せるんですが、阿部勇気が阻みますね。 EX は隠んないんですね、あれ。なるほどねっていう。そして伊吹同士、さあ阿部 VS 伊吹地。伊吹地さんは大山は何回か来てくださってます、ビギナーズとかも来てくれてますね。さあワンピー側、紺色道着、道着って言ってるのかな、紺色衣装が阿部伊吹、ツーピー側、緑が伊吹さんですね。ライダー重ねて、あー区内が出ていたんですが、さっきにダメージ取ったのは阿部側。さあダイヤシティシー、さあワンピー側はワンピーが終了、Q3 勝ち、お見事。江戸コロ F チーム敗退。さあ Q3 勝ったので、なんなん3対2フルセットで、Q3 勝利で、じゃあザビ一平大師チーム再戦です再戦です。マジか、 Q3 残る、すげえな。さあじゃあこれで、Dブロックの最後ですね。
ザビー一平、大輔チーム集まってください。ザビー一平大輔チーム再戦です。あら画面は勝ってた、あぶいぶきサンタってかな、サンタですね。はい、じゃあ D ブロックの1試合残るのみなので、そのまま2番筐体でやってください。 D ブロックははい、 Q3 と、ザビーチーム再戦です。これベンちゃんがまた温まるやつですね。またやんのって言ってますけど、まあ、やむなしですそれは。心の底からまたやんのって言いたいでしょうし、言ってますけどね。さあ先方き、ああ渡るさんにお願いします。さあ画面は開幕がカリオくんですね。さあカリオバーサス大輔ヤンキューですが、さあカリオくんは、静岡勢ですが、ぶっちゃけ月1で来てくれてます。遠征ガチ勢ですね。ジャンプ TC 移動投げ吸い込んでった、引き台系からの突進、わあ吸い込んだ。今画面でも映ったと思いますが、あの距離ですからね、移動投げ。これがなかったらと思うとちょっと恐ろしいですが、怪しい突進。静岡の浜松だったら行かれてやがる。どうなんだっけな、静岡2つぐらい確かゲーセンあるんだよね、あの大井川ともう1個確か浜松だった気が、あやっぱりそうだよね、浜松だよね。さあ大輔さんが取り返して、あのちなみにあのビギナーズの荒木くんと仲がいいので、あの毎回来るたんびに荒木くんのところに泊まってるらしいです。浜松って東京から遠いんでしょ、遠いですよ。だってだいぶ西寄りの確か静岡だもん、浜松っつったら。さあ失礼、ちょっと決勝の準備をしてたら勝ったのはカリオ級。さあまずはカリオ級先生からの慈悲はなしというわけで、中堅ザビゴーキ登場、慈悲がないです。さあベンちゃんが頑張れと一言、アドバイスにもならないアドバイスをしてくれました。まあ厳しいカードですね。さあ火力は連突ですね、Q に関しては腹部の人もいるんですが、中足もものともせず投げからバックジャンプダイバー。さあもうチームメイトの一平ちゃんも寒いとチームメイトあんま応援しておりません。さあなんとか一矢報いていただきたいが、これはまあザビがね下駄者ですからね、さすがに今日関東あったかいんですけどね、割と最近に比べると。竜巻大パンダッシュは反応してる、おかげ突進中パン竜巻暴れ、あーこの竜巻きつい。ビ
金太全部拾ってる。これはザビがお見事でした。さあ残り2人、相談するのも9人、どうなるか。さあ先に行った俺が倒してやると、殺意むき出しで弁当屋登場、リベンジなるか。あ、そうそうそう、オズと大井川なんだっけ名前、そうグランリバー、そうそうそう、2つあるんですよね。さあザ・ビッグワンでやれ対決、ザビ VS 弁当屋ですが、後ろに行く緊張圏になってましたね。アップルグランリバー大井川店、そうそう、それです、それです。てかイラブさんがそうですね、ホームでしたね。ホームじゃねえはず、違うか。ラップ欲しい。いやー怖いですね、コパン落として。さあもうちょっとでいわゆる腹部圏内になってくる感じもあるんですが、まず触りに行くのが旧至難の技ですからね。頭蓋突進、怖怖、2つが入らない。旧ね背は高いけど細いんです。いや残空地獄、まあ SD 入れるが裏に行く、これはガードが間に合ってる。前捨て2回大バン、ブロってたー。浅いんだよと一言、これは身内同士のバトル。いやーここの捕獲も通らない、逃げ読みの竜巻。さあ屈伸投げ抜けも一瞬見えたような感じだったが、中足吐き上げ水ジャン読み、そしてメッパバックジャンから徹底している。ただまだ9分かりませんよこれ。あー波動2回リベンジならず。さあ町田勢がお帰りになることで、ぜひ次回も今度遊びに行きますのでお待ちしております。はい、よろしくお願いします。いやーでも町田勢ね結構インパクト残してくれましたよ、あの12ね。俺画面に映ってたのはマニアックスの画面に映ってたのはちょっといいか、嬉しかったです。めちゃくちゃ強いな。ピンタブロって、これ繋がんない。9相手だといわゆる雑魚が高いので深みに当てないとそのまま繋がんないみたいな、そういう感じになるのか。突進ブロってる。さあブロっているのでギリギリ、腹部がたまらずといった状況でしたね。町田と相模大野と溝の口どっかからか分からなくなるさあ上り台形で拾う手前落ち。いやー乗ってますねこの男。ピンチ受け入るが前捨て中足止めっぱ、これは繋がってる。寄れない、厳しい。この波動地獄、勝ったのは一平大輔ザビチーム。というかこの試合に関してはザビサンタデです。辛い、非常に世知辛い試合でございました。 Q3 これにめげず頑張っていただければと思います。雪時々波動、そんな感じでしたね、はい。いや厳しかったです。風邪ひかないように、そうですね、はい。あーザビ気持ちよさそうですね。ベンちゃんがセゼリフ吐いてますね。また次回もお待ちしております。はい、というわけでー2位抜けが全部決まりましたね。
さあ本日、各ブロックの結果を発表します。A ブロックの2位抜け、まあ2位抜けから発表しましょう。A ブロック2位がタナプロカロリーヌキーチーム、 B ブロック2位がサネシンチオーネチーム、 C ブロック2位がアブペチ平吉チーム、そして D ブロック2位が、今勝ったザビーペイ大輔チームという形になりました。この4チームに関してはすでに、貼らせていただきました。本日はプレイオフなしです。本日はプレイオフなしで、各リーグの1位2位が決勝トーナメント進出で、2位のチームはもう事前に、いわゆる2位4、6、8、2位同士が当たらない形で先に貼ってあります。先に貼ってありますので、これに1位のチームが、何番に貼りに行くかという形で進めていきたいと思いますので、皆様ご了承ください。それでは各ブロックの1位抜けをお呼び出しいたします。呼ばれたらくじ引きに来てください。いきます。YSB 杉山 RX チーム、 YSB 杉山 RX チーム、1枚引いて見せずに持っといてください。はい、握って見せずに持っといてねと。はい、次いきます。富永系松健チーム、さあ優勝候補来ましたね、優勝候補来ましたね。富永系松健チーム、誰か一人富に、あ、いたいたいた、あ、ケイちゃんでもいいや。はい、いつも通りなんで握って持っといてください。はい、よろしくです。はい、という、C ブロックが、大変ヘボリューひろゆきチーム、ひろゆきでもヘボリューでも、じゃあひろゆき2分1み、もうそ、み、見せないで持っといてね。で、最後のチームが、国大抜き天ぷらチーム、ラス1引きに来てください。あれ、誰もいない、誰かいねえかな。あ、いたいたいた、一応ラス1握って持っといてね。はい、じゃあ呼ばれたら、トーナメントの方に集まってください。行きましょう。1番のカード持ってるチーム、1番のカード、あー、ケイちゃん、富永ケイ、マツケンチーム来た。さあこちらへ、こちらへ、ここに、さあもう決まってる。3番左下ぶつけに行きましたね。さあ3番、あ、再戦、再戦ですね。ありがとうって言っちゃった。さあ左上、サネシン千代根チームと再戦となります。これ完全になってましたね。さあ2番カード持ってるチーム、ひろゆきうちなので、ヘボリュー集まって、ちょっと決めるよ。ヘボー、ちょっと大事なとこだから来て。はい、すいません。1番、僕ら1番開幕選択しました。タナプロカロリーヌキーチームと当たります。じゃあ、3番のカード、3番のカード。あとは、YSB 杉山 RX バーチーム、特に大抜き天ぷらチーム、杉山さん来た。カードちょうだい。はい、どれ行きますか ?2V1。アブペチ平吉チームか。これ、結構難しそうな感じも。上。上行ったらさ、アブペチ平吉チームにぶち当てる。というわけで、必然的に、クニーはカード返しに来てね。ラストの1チーム、クニー大抜き、天ぷらチームは、ザビッペ大輔チームと当たる形になりました。さあ、組み合わせ後で、発表したり、これからちょっと準備しますので、皆様しばらくお待ちください。さあ、というわけで、場内ちょっとチェンジします。皆様、ご協力お願いします。
さあ、会場を用意してますのでお待ちください。ヘボリューとひろゆきは来てください。試合ですよ。じゃあ俺じゃんけんしとこう。はい、じゃあちょっと正面あるんで一回見てみてください。はい、ヘボリューとヒロイキは試合です。うちら2番筐体、うちら 2P 側になったからちょっとヘボリュー一回座って何正面眩しくないか見てみ。で、すいません、会場の皆様、誰かマイクやってくる人募集します。僕試合なんで。ちょっと待って、ちょっと待って、もうちょっと待ってね。